クライナ戦争を始めたためにロシアへの信任が失われて、ロシアを含む5カ国が国連で拒否権を持つという制度がもう持続実質的にできなくなっています。国連の安全保障理事会の常任理事国のことを P5、 つまりパーマネント5、永遠に5カ国が世界をリードするんだという体制がもう70数年ずっと続いてきたわけでありますが、そのロシアがもはやパーマネントのリーダーどころか世界の孤児すでになり、そして経済がやがて破綻する国家になっていくということを考えなければなりません。ところが実はもう7年前にパーマネント永遠の地位を保障されたはずの一角のフランスからとても重大な提案が行われています。これ実はあんまり知られていないんですけれども、フランスが P5 ではないメキシコと協力をして、もしも大規模な残虐行為が起きるときに、あるいは起きたときには拒否権を行使しないと、だから P5 の一角自身が拒否権の制限案を出したわけです。それがあまり議論が盛り上がらないまま一応頓挫してます。